今日は当たりがなければ今年は終わろうと、あまり釣る気があるのかないのかわかんない気合で出発。2時20分、隅っこ到着。投げるも当たりがない。重さ変えても深さ変えてもダメだった。得意の超デッドスローで最後にしようかと、最後に当たり真下にいるらしいので、もう一度同じことをする。尻尾の先だけなくなる。悔しい。こいつを釣り上げて帰りたい。タチウオじゃなかった。サイズはまあそこそこ。沖合に行くと赤いのはなんでなんだろうね。というわけで2時50分古巣へ移動した。古巣へ移動した理由に、今年最後に猫に餌をあげたかったのが理由。余談だけど、先ほど釣ったカサゴは古巣まで運んで逃がしてやった。これはこちらで繁殖してねという意味を込めて放流。カサゴ知ってる人ならわかるけど、普通に元気に帰っていった。古巣に来るとまたもや停泊予告がしてあった。タチウオ釣りはもういないんで、強いて言えばアジンガーかな。うちの妹の同級生が社長やってる会社だわ。分かってたけど投げるも当たりなし。前からと右側から強風で釣りにならない。猫が来れば帰れるのに。そしてたこ焼きだと思うけど登場。やっぱりパートナー見つかってないのか。ソロらしい。なんかすげえ大きくなってた。一応釣り竿はまだ置いておくけど、釣れたら教えて。そしたら行くわ。もうなんていうか、進んで釣りには行かへんで。ちなみに古巣で一人釣り師がいて、話をしたらアジンガーだった。3匹釣れてた。昼間はそこそこ釣れてるみたい。